ダメだ。出て行ったら犯人が逃げる。姿を現すまで待つんだ。お、来た。やっぱりルーブル美術館の警備は手薄ね。うん。あれ、もっとはだけてなかった。ごめん。来やがったな。さて、今夜はモナリザを本当の芸術にしてあげようかしら。やっぱモナリザのとこやな、ルーブル。待て。ん？あなたたち、警官じゃないみたいね。貴様が絵画を練る犯人だな。これ以上、好き勝手にはさせないぞ。へえ、このナーデルのこと知っているの？でも、犯人じゃないわ。あ、そうか、まだ犯行には及んでないからな。あたしはしているのは、幼稚な絵を芸術の域まで高めてあげているだけなの。え、あの引き裂くあれが？それは犯人って言うんだよ。あんたのせいで、あたしの狙っていた絵もおじゃんだよ。狙っとったんかい。また懲役伸びるよ。あら、ロベリアじゃない。なるほど。あなたなら、ここを推理できるわ。知り合い？あいつ、ロベリアのこと知ってるみたいだよ。友達？なんとも不明やなことだ。てか、正解したいから、ちょっと、好感度戻してよ、さっきの下がった分。ロベリア。選択肢か？真ん中くせえけど、真ん中か？さすが有名人だな。怪人までロベリアのことを知っているぞ。まあ、無難に上がるっしょ。どう？そりゃそうさ。私はパリ一番の大悪党なんだよ。やっぱりロベリアさんですね。有名人と一緒にいられるなんて、エリカ大感激です。アホやな。隊長、このバカ抱きついて、だけど、引っ張がしてくれ。その絵見たいんですけど。あのロベリアが相手となると、ここは一旦引いた方が利口みたい。ん？戦わんの？逃がすものか。みんな、捕まえるんだ。私の邪魔をする気。いいわ。この子たちもお腹を空かせていたのよ。この子たち。お、なにこれ。あ、サソリ？めっちゃおる。うわ、出た！いやー、気持ち悪い。今こそマシンガンの出番やろ。みんな気をつけろ。絶対に刺されるな。いや、このちっちゃいとなんか、逆に戦いづらそうやよね。このサソリども、なぜ私だけを襲わない？誘ってんのか？それじゃ、せいぜいもがき苦しんでちょうだい。ロベリア、奴を追ってくれ。頼む。うん、そういうことやよな。ち、わかったよ。なんとか、いけるか？どこだ、ナーデルとやら。ロベリアは知らんのか。本当に一人で来たの？さすがいい度胸してるわ。うん。みんな大丈夫か？何かしら武器持ってきとるよね。え、持ってきてない？まあ、とりあえずスカートの中にエリカマシンガンはありそうやけど。ここは私たちに任せろ。あいつらは信用ならん。隊長はロベリアのところに。大声も行けんの？わかった。すぐに戻る。持ちこたえて行ってくれ。後部は？ロベリア、助けに来たぞ。って、あれ？あ。よ、隊長。遅かったじゃないか。あ。ま、こっち来いよ。寝返った？急にフルボイス。ロベリア、何笑ってるんだ？怪我はないのか？あるわけないでしょ。私はロベリアと大人の話をしていただけよ。はあ、大人の話？ああ、そうだよ。ナーデルも話してみると結構いいやつでさ。今回戦闘パートない？一緒に美術館で話をしてたの。ああ、二人で行くんだ。なんだって？おい、ロベリア、まさか怪人と手を組むなんて。まあ仮にもまだ日が浅いからな、こっちについて。条件次第だね。はあ、できれば勝つ方の味方になりたいしね。まあ悪党が
ね、うまくいけばそっちは自由っちゃ自由やからな。もうすぐこのパリは私のものになるわ。ああ。その時はパリの半分でどう？もうドラカヨみたいなこと言ってる。それも悪くない。パリの半分。体調はどうするんだい？私に何をくれるんだい？選択肢か？ドベリア。ああ。ボリュームのやつ。でかい声出しとく。なんか外しそう。答える必要などない。びっくりしとる。何？ほん。キュンとしたか？刀持ってきとったよ。なんか背中に隠しちゃった。怪人と手を組むなど人として決して許されない。この俺が絶対させるものか。もう差しでやんのか。許さないだって。結局敵感あるけど。怪人の手を組むというなら俺がこの場で切り捨てる。まあ例の死刑の契約書があるからな。剣抜いたな。ロベリア、手を貸しましょうか。もうなんかそっち寄りではあるよ。もう敵さんも冗談だよ隊長。あ、あんたをからかっただけさ。怪人の味方になんかならないよ。じゃあそういうことですね。なんであなた正気なの。大人の話なやった。こいつをやればパリ全員、あ、それはないか。交渉決裂ね。ああ。ルーブルの絵すべて、私の上級銃で芸術にしてあげるわ。何の時間やったんじゃ、ロベリアとこいつの大人の話。あ、逃げられちまったか。もう少しで捕まえられたのにさ。ああ、そういうあれか。近づくふりをしたってことか。ロベリア、もしかして演技をして怪人を捕まえようこと。さてね、そいつはどうか。パリ半分は魅力的だったしね。まあでかい声出した後なんか変わった感じしたけどね。好感度、あ、今か。さっきはかっこよかったよ。でかい声出してよかったわ。まあ普通にいい女ではあるからな。髪型変やけど。そんなわけないだろ。嫌な顔。何照れてんだよ。すぐバカバカ言う。二人とも無事でしたか。サソリなのかなった。あ、それよりナーデルが美術館を襲おうと言っている。大至急シャノワルに戻るぞ。持ってこいよ後部。おい、あー、これに繋がるのか。ロベリアの機体出るよね。ジャンさん仕事早いからな。こういうとこもなんか仲間になったやつにしてほしいんやけど。全パターン作るのしんどいのか。着替えます。あるよな、ロベリアの国立庫もあったぐらいやしね。爪のやつ、ここから作戦会議。じゃあこれ飛ばしていいやん。まだ出発じゃないんかい。こんなことした時間ある。違いに、ルーブルに蒸気銃が出現します。進撃準備を。ああ、こっちでも確認したよ。今メルとシーが情報を整理しているところだ。わかりました。敵蒸気銃は裏口より美術館内に侵入を開始しています。裏口、正面か裏かのまた2択選ばさせられるかな。敵の目標は中央展示場の全ての美術館の破壊だと予想されます。まずいね。確か特別展として高級美術品を展示しているはずだよ。ルーブルの倉庫になら高級美術品が通路の美術品のルーブルの倉庫なので高級美術品かツールの美術品のどちらかなら隠せそうだ。ああ、はいはいはい。それならば高級美術品を隠しておくべきだ。あれはフランス文化の誇りだ。
高級美術品を隠した場合は通路にある多くの美術品を倉庫に収納しながらの戦いになります。収納めんどくさそう。ちょっと待った、通路の美術品も売ると高いんだ。私の欲しいのもあるしさ。私の欲しいの通路の蒸気場を、通路の美術品を隠した場合は敵蒸気場より早く高級美術品を保護しないといけないですね。進軍を早くせえってか。配列乱れそうやな。ガンガン、あ、まあでも今回ロベリア強いやろうからカバを入れて前に出したらそれまでの気もするけど、高級美術品を保護するか、通路の美術品を収納するか、無視どうする。ロベリア短期行こう。通路の美術品を収納します。美術品の数が多くとも俺たちが守ってみせます。え、これでいいよね、楽な方というか。え、違う、わかりました。それじゃあ高級美術品を隠すようにお願いします。でいいよね。よし、わかった。ルーブルの館長には私から連絡しとくよ。ほら言っといて、美術品は壊さないでおくれよ。壊した時は給料から引くからね。そんなレベルじゃないやろ。了解しました。おい、ちょっと待って、あんなやつ相手の戦いで減刑10年は短すぎないか。100いく？なんだって？やれやれ、いいよ、ムッシュ、あんたに一任するよ。減刑の年？おい、今回の戦闘の減刑は100年どうだい、10米。まあ、めったにないことやしね。10倍でもいいんじゃない？いいねで。よし、100年でいいぞ。ただし、ちゃんと仕事をするんだぞ。無難に上げていく。回すときな。報酬分も働いてやるよ。よし、ムッシュ、出撃命令を頼むよ。無難、ロベリー上げときて。じゃ、上か。みんな下がったからな、グリシーンとかも。コクリコもがっつりいっとるし。パリ会議だ、出撃。目標視点、ルーブ美術館。全員上げときましょう。了解、美術品守りましょうね。エリカだけ？エリカだけ？かっこいい、普通に。なんで動いた今、手。ここまででいいかな。あと変わらんもんな。いやー、今回戦闘力怪しいぞ。やる気なし。まあまあ、ロベリアそこそこ上がったね。グリシーヌもそんなもんか。なんか必殺技変わった、投稿剣影変わったね。いやー、まあまあまあ、じゃない人はこうなってしまうかな。メインヒロインがその場でおるからね。まあ、行きますか。さあ、どんなマップで来るかな。なんか2箇所、守れ的な感じの設定にしたよね。詳細ちょっと忘れたけど。いますね。あ、それ服なん？え？羽やっぱり。やっぱなんか、天使の羽みたいな黒いバージョンっていいんかな？後ろの黒いの。何がわかるん？ええの？芸術の都と呼ばれたパリも。ああ。どういう目線？芸術にしてあげましょう。あ、また破くっけ？名画を。やめて。ああ、行く。もうだって、やってみな。止めれた？止めれたくせ。やっぱ服なんかな、背中から見る感じ。羽じゃない。でもできればやらないでくださいね。ほう。どうやって湧いたん？お前は黙った。ないロベリアがなんかすごい食い気味なんか言っとったけど、かっこいいね、爪の感じ。パリ過激団参上って教えたじゃないですか。あ、決まってんだ。
あ、確かにそうやな。やかましい、お前のせいでタイミングが狂ったんだろうが。あお前は黙ってろって言っとったよね。ロベリアン、ロベリアはさ、どうだろう、カン、ドキン説やからカンナタイプではありそうやけど、パワータイプはもうグリシーノおるしな、かぶってないキャラ。あ、ただあれか、グリシーノはスミレ系になるのか、ちょっと範囲あるし。受ける気になったのかしら。まだ言うとるな。受ける？あ、もうそのままやれそうよ。何言ってんだ。コクリコが止めとる。頭の中まで変なんだな。誰が言うとんねん、髪型の話。お前も大概やぞ。いや、言うほどじゃない、髪型に関しては。ただのツインテールやろ。ちょっとポーン進化してない？赤色じゃなかったっけ、一番最初からいてたポーン。紫色？あ、これが仕掛けか。大梅さん、今回の作戦は通路の美術品を全部収納するのが目的です。うん、美術品が3個以上破壊されると壊されると被害額が2000万フランを超え、作戦失敗になってしまいます。はあ、美術品を、壊されないようにうまく収納しないとダメですよ。こっちの線こんな、ん？やっぱ思った作戦じゃないかもしれん。たった3つは壊されるだけですごい被害額だな、気をつけて収納するか。でも高額品がどうのこうのって言ってたか、やっぱ合ってんのかな。あ、そこに壺あるね。とりあえずマップをまた見ましょうか。後ろはない、一方通行。うん、でここにもある。まだ結構広いな今回も。で、これが一番守りづらいって話か。で、ここまでやれば。え、まだま、めちゃくちゃあるやん。めちゃくちゃ単価から。え、すごいあるやん。これに関してはかなり長いし。なるほど。さすがに敵が多いね。ロベリア短期、グリシ、一番先頭なのはロベリアか。土かな、作戦は。あ、ちょ、連射が過ぎたわ。了解。ガードのしやすい土かな、やっぱり。敵も結構な量おるしね。あれ、ロベリア一番最後か。逆か。あ、いけるわ。だいぶ先にいてんのね。これ、どかさんなのか。さっさと必殺で落とすべきか。やりすぎか。ただ、新必殺技だよね。使ってみるか。なんて名前やったっけ。投稿。投稿剣影。強すぎる。オーバーキル。で、倒せました。なんてな。まあ、メイン回だから喋るのか。で、3発じゃ死なんでしょう。ああ、惜しい。なんせロベリアガンガンだし、これ死ぬ。おー、隠れれる？地形無視とかできるんかなこれ。で、え？何これ？こいつ倒さんと動かせない？なんか、絶妙な範囲やらにしても。必殺は？あ、広っ！あ、なんか嫌な形しとるな。
美術品、あ、巻き込むなっちゅう話か。これ絶妙に入ってない。これやっとく。範囲系なんてリャンマウーリャ、あ、相当強い。向こうもやれるか。いい式だな。ああ楽に設けられるよ。これはちゃんと強いわ。で、あ、動くのだった。え、あ、戻れんくなったってことか。で、いやー、守備入れといた方がいいかし、防御。ほにゃほにゃ言うとんな。ガード切れそうだし、ガードというかかばう。守備表示にしましょう。で、まだほにゃほにゃ言うとんな。うれしいぬとい。で、収納します。一郎、一つ目の美術品を収納したよ。パーフェクト狙えるんかな。で、後ろから来るやつにやってもらえればいいから。なるべくこいつ当てとく。5回。倒せる？弱っ。好感度低いにしても。弱すぎる。コクリコ。あー、で、これはエリカに任せればいいかな。だから2回ウィンウィン言ってない？で、これいけるか？あ、いけそう。どうせ、移動力の消費ないしね。で、2個目。で、3回殴るか。エリカもおるしね。うん、倒せる。あ、1回でよかったな。失敗した。会話とかないもんかね。隣接したら何かしら発生しない。敵さんなんか言うほど壊す気ないな。やべ。エリカ遅いな。すごいやら、痛い。一冊使ってもよかったか。うわ、全然届かん。2回だけ。こいつ強え。次、大神か？ロビリアガンガン殴ってきてもらってよかったんですけど、すごいやる気ないやん。お前すら。真正面のやつもやる気ない。2回ぐらい倒せるんじゃない？いった？よし。で、で、二手に分ける必要があるか。で、ロベリア。うまく範囲、これいけるか。いけそう。三つ目。で、移動力は消費されてないので、これ、いけん？いけん？ダメ？絶妙な形しとるな。どうしよう。もったいないな。もったいないけど今強いしな。3回かな。3。うんうんうん。ちょうど。で、お隣のは硬そうなので4回。このまま。ダメか。ただ5回行ってたらもう。オーバーキルやな。で、コックリコは結構食らってる。好感度の低さを表しとるな。で、一回殴れば倒せる。いけるよね。弱すぎるか。あ、よかったよかった。で、守備表示。でも敵、あ、グレシーヌか。ガンガン行ってもらって、なんかモーターついてるよりはなんかすごいです。止まってんのにウィンウィン言うのやめてほしいな。ロベリアもそうやけど。めちゃくちゃ簡単な面なんですけど、敵さんやる気なさすぎる。
国力回復しとくか。敵どうせ何もしてこんしな。孤独解いた。ロベリはまだ一目ら、あ、てかカバウセンなんからちょっと殴ってきてほしいんやけど。殴ってきてや。すげえやる気ないやん。あのリーダーなら、動きもせんしね、その場から。あ、やって動いた。寝とったん？あ、でも明らかに狙いに行っとる。あの右奥の壺。で、これはもう制圧した。一回殴れるか。はい。あの緑をなんとかした方がいい。か、先に収納するか。あやべえ。ウィンウィンが、バグっとる。2体おらん。で、コクリコ。必殺かますか？後ろ、なんか、巻き込めませんか？ダメ？ダメくせえ。てか、倒せんような気がするんやけど。好感度低すぎて。必殺技がもう、通常攻撃並みな気がする。いけるか？いった。なんだ、必殺は強いのね。で、大神の横、うん。あー、全然食らわん。で、グリシーヌ。ん？隊長、一つだけ聞きたいことがあるのだが、選択肢来るな。隊長は、本気でロベリアという女を信用しているのか？あー、いいように答えてみたい。上か、下がるかな。ああ、信用しているさ。彼女の中にある正義の心が俺には見えるんだ。ああ、これなら通じるかな、グリシーヌにも。おお。まるでエリカのような物言いだな。こういうとこ多分好きなやろうな。大神のこと、グリシーヌは。気候がそういうのならば、そうかもしれん。だがな。一番仲悪いからな。私は、あやしと協力する気はない。それだけは覚えておけ。なんか人イベントないと難しいよな。必殺使うか。なんかもう終わりそうやしな。あとなんか奥に2体くらいしかもうおらんよね。なんやかんやもうパーフェクト狙えそうやけど。あいつ。で、エリカ届くかな。絶妙やな。後部の新型ってやっぱまた後半どうなんやろ。ワンツーなら7話とかその辺だからもうちょっとではあるんかな。花火仲間、どこ行くん。